皆さんこんにちは今日はですね来ましたねドラッグスターの続編ですちょっとね台風来たりとかなんとかしてサボっちゃってたんですよ忙しくてただですねこれも進めていかなくちゃいけないということなんですけどもさあ今日は何をするかというとですね実はこいつフロントタイヤがパンクしてますドラッグスタークラシックのこのフロントタイヤフロントタイヤ太いでしょそして当然バイクも大きくて重たいわけですよ そのバイクがですねフロントタイヤがパンクするというのはどういうことかというとですねまあ、押すのがすごい大変ということになるんですけども今日はまずこの問題のフロントタイヤ何で,、ね、で変えるかっていうと変えたい単にそのタイヤ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけどまあなんかこうちょっと硬いし、まあ、変えたいなっていう気持ちもあってタイヤを変えるとそしてパンクしてるからチューブももうこの際変えます。 なので今日はフロント周りのこのホイール周りですねリフレッシュをしたいと思っていますまずタイヤですねタイヤを変えるそしてパーツをいくつか準備したんですけどチューブですねで通常パンクするとパンク修理といってチューブを簡単に言うと引きずり出してですねパッチを貼りますなんか自転車なんかで見たことある人いるんじゃないかと思うんですけどもただ今回はですねまだ別に見たわけじゃないんですけどももうリフレッシュの意味合いも込めて新しくしちゃいます これからこれで高速道路に乗らなくちゃいけないので万全を尽くすということですねそしてこれはリムバンドですねリムバンドって何かっていうとチューブあとにしましょうかこれね今やめたあとにしましょうこれ何だか分かりますかこれスポークですスポークというのは針金みたいな部分ですピアノ線のような自転車のタイヤにもついてますねこのスポークの部分ですね でここは実はちょっと変えるかどうかは迷ったんですよ作業としては結構面倒くさいんですよこれスポークを変えるってで当然片方変えて片方変えないはなしなのでダサいじゃないですかなんかただこれもともと味わいを残そうかなという気持ちもありながらただ整備はきちっとしたいなっていう気持ちもありながらなんだかんだ揺れてはいたんですけどもただスポークに関しては ちょっとね気分的に変えたいんですよねこれはもう趣味だと思ってもらってスポークのバイクはスポークを新しくするのは気分がいいという心がですね味がどうこうっていうこいい話に勝ちましたたスポークぐらい変えたってね大丈夫ですよあとはですねこの細かく真っ赤っかに錆びているボルトそれを変えていくことによってですねこのバイクをリフレッシュしていきたいなとでもあくまでリフレッシュに留めておくというふうに考えておりますそれでは早速いってみましょう さあ前輪をまずは外していきますまずは外していきますよとりあえずこういう古いバイクはというか別に古いバイクじゃなくてもいいんですけどバーッと取んないでですね全体的にパパパパパって一回緩めた方がこういう車軸関係はいい場合もありますまあなんでと言われるとそんなに深い理由はないんですけど であとは例えばじゃあここをここに大きいボルトがありますねこれはちょっとやっぱり基本的に硬いんですよ緩める時にでこれは実はですね緩め方はいろいろあるんですけどちょっと贅沢な話をするとじゃあこれご自宅で分解しようとなった時に例えばこういうものでですねはめてみてお はまったぞさあ緩めようってやるとですねあんまりいいことがないんですよねなんでかというとすごい硬いああとかもしくは押す形こういうふうに工具をかけてえいって押すとですね例えばここが緩んだ時に手がガーンと怪我をするとかねあのー、あんまりね 力いいいいいっっぱいやる作業っていいことないんですよね例えばバイクを普段から癖みたいにいじる方趣味でよくいじる方はですねわかるかもしれないんですけどやってるうちに今日は一日バイクをいじろう何かの整備をするその時にやってるうちに夕方になるともうすごい疲れちゃったっつって作業雑になったりすることってゼロじゃないですよね多分そういうことを予防するためにですね体力をなるべく使わないっていうのが実はね、まあ、怪我もしづらいですし怪我もしづらいですし えっと、まるまる一日バイクをいじるような時にはですね。実はリスクを減らすことにもなります。で、どうするかというと。なるべく大きな工具を使う。緩めばいいっていうわけじゃないんですよね。体力をどれだけ使わずに緩めれるか。それがあのオートバイをずっといじるときには。実は怪我の予防だったりとか。えっと、仕事が丁寧に最後までやり抜ける。というですね。モチベーションになったりするんですけど。こういうものですね。これブレーカーバーですね。 こういういものを1本持っていると大きな力を使わなくて済むんですよねなのでこういったものでですね安全に緩めるそうするともう簡単にもう何年も外してないだろうなっていうボルトもですね簡単に緩めますただし力が強い工具というのはそれだけバイクに強い力をかけますなのであ,のあんまりあんまり細かいところにこんなもん使ってボーンとやったらですねネジが折れてしまう時に感覚が分かりづらいっていうのはあるんで もちろまあそんなわけでタイヤを外すんですけどもタイヤを外す時にねおすすめはこういうのを作ることですねこれ別に何でもいいんですよ 2x4 ってあのホームセンターで売ってる一番ベタな木材なんですけどこれを同じ長さ4本切ってくっつけただけですネジで。なんでかっていうとタイヤを外した時にタイヤって出っ張り引っ込みがあるのでタイヤっていうとおかしいですねホイール。 これを外した時に立ててみるとポンって置いちゃうとここが地面に当たるんですよねこの出っ張ってるところこっち下にするとこのブレーキローターが地面に当たるだから作業性を上げるためにこういうものを作ってですね台にして置いてあげる例えばこれが一番安定して作業はできるんですけども逆にあの古いタイヤがあれば同じぐらいのサイズの古いタイヤがあれば古いタイヤ置いてその上にこのタイヤを組んでもまあまあいいんですけど そういうふうにして、まあ、直接地面に浸かないようにするというのがですね、まあ、いいんじゃないかなと思いますこれちょっと見てください真っ赤っかですよねこれねでこれ例によって事前に油を刺してあります事前に油を刺してある刺したのはこれですね今回はメンテルーブ何でもいいんですけど潤滑剤ラスペネっていうのが同じワコーズさんの製品ではあってラスペネなんかはいいですよねこういうのを取る専門のものになるので こういうふうに根元につけてあげると要はこういうネジをですねいきなり緩めようとしてもうまくいかないんですよねあらかじめ油を刺してあげてつけ込んでおくもちろんブレーキ周りなんであとで、ね、掃除は必要ですよ刺して終わりじゃないんですけどただこのようにして、えー、ネジを外す時のリスクをですね減らしておくというのがですねやはり古いオートバイをいじる時の中ではですねきちんと時間をかけるというのが必要な、えー、スキルの一つになるんじゃないでしょうか今回も ここういういところをですね例えばラチェットこれ好きな人多いですすよねギコギコするやつラチェットで外そうとするとですね実はラチェットってそんなに強い力に耐えられません、えー、ギアが欠けると怪我しますねガーンって急に回ってネジは緩まず工具が壊れるとかなのでこういったものを使わない基本的にはこういうですねこれあの小さめのブレカバーですねこういっったものを使って 前にも同じこと言いましたけどきちっと押さえてグッと押し付けてこれ押し付ける力が強ければ強いほどいいですでこれをですね一気にグッと緩めるそうするとこんな真っ赤っかに錆びても簡単に緩みますありがちなものとしてはですねここにですねありがちなものはじわっと力をかける緩むかなあ緩んじゃったまあ油きっちり刺さってりゃ緩むんですよただあの緩く力をかけると やっぱり舐めるリスクが大きくなります万が一皆さん気づきますよねどこでストップするかが勝負なんですけど緩めた時に工具をはめてあ、少し舐めかけてきたってなるじゃないですかあそこで突き進むじゃないですか大体うわあ勝負だそんな勝負したらね負けることは約束されてるようなもんなんですよねちょっとでも怪しくなったらどうするかっていうと抜いてまあ、これ取れてるんですけどねハンマー ハンマーで頭ちょっとすすんですよねまっすぐにパーンと叩くと,、えー、と広がっちゃうじゃないですかなめかける時ってグーッと穴があの時にパーンと叩くとですね、まあ、あのブレーキローターがあるとこなんであの親の敵みたいに叩いちゃダメなんですよだいたいねこれぐらいで正確にまっすぐ頭叩いてあげると頭潰れるんですよ戻りますネ、ね、ジ山が開いちゃったやつが潰れて戻るそうするともう一回チャレンジができるんですよね 最初に話した通りあれを反省するのであれば一気に「えいっ!」てやれば回るということになります。これよくなめる箇所なんですこのブレーキローターは。なんでかっていうとやっぱり熱がかかる部分なでもきちんとルールを守って適切な工具と適切なルールそして適切な時間をかける前日から油をさしておくそういうことが全てきちっとできてればですね 全部簡単に緩みますここ舐めたことある経験がある人はバイクいじる方は意外といらっしゃるんじゃないかななんて思うんですけどこんなふうに外れてしまうものでもあるんですよねこういう感じで無傷で6本とも外すことができるそんなふうにして、えー、なるべく体力を使わずリスクを使わずやることが実は急がば回れで早く整備が終わるコツだったりしますさあここでブレーキローターが取れましたんで次は。 ここですねエアバルブを抜いて空気を抜きましょうでこれ今空気が出てきた音がするんですけど要は一晩経つとぺったんこになっちゃうパンクなんでさっき押す時に重たいから空気入れたんでそれで空気が入ってますでどんどんタイヤを外していきたいと思いますそれでですね視聴者の皆さんには大変申し訳ないご報告があるんですけども 実はあの、かなり、今日ね、疲れてるんですよ。台風の後片付けと、そして、あの、まあ、その後、仕事を一日働いて。の、夜、営業時間終わっての今なんで、大変申し訳ないですけど。タイヤチェンジャーを、つかしていただいちゃいます。はい。まあ、今、ちょっとタイヤ変えようと思ったんですけど。<laughs> あの、なんか、ちゃんと探してなかったんですけど、ほら、見つけたんで。これね。ネジっすね。ネジがついてます。 でこれかかりやすすくついいてんじゃないですかこれちょっと見ればもう分かるだろうっていうぐらいの勢いでついてるんですけどもチューブタイヤの場合何ていうんですかねこんなに露骨に刺さってればいいんですけど細かいものがが刺さってるる場合があるんですよねでその時にタイヤを外してチューブを交換したりとかもしくはパンク修理をしてその後にそのまま刺さったまま組んで空気入れてまた刺さっちゃうっていうパターンがあるのでまあこういうふうに明確な原因がある時はいいんですけど。 これも明確な原因ですね。分かりやすく明確な原因がある時はいいんですけどいまいちピンとこない時はタイヤの内側を撫でるんですよねこうやって手で全部全周。そうすると何かあると異物があると気が付くので、まあ、今回はこれが刺さってましたただ前輪がパンクするってあんまりないんですよ。だいたい後輪ななんんでですよね。ねなんで前輪のパンクが珍しいかっていうと例えばあの道路にはこうやって落ちてるんですよね当たり前だけど寝てるんですよね で、それを前輪が巻き上げます。で、パーンと跳ねたところを、後ろのタイヤがちょうど踏むとパンクするんですよね。だから、後輪のパンクって多いんですよ。ただ、前の車が巻き上げたのを、例えば、落下させたものだったり、巻き上げたものを。当然、後ろにくっついてるオートバイが踏んでしまうと、こういう前輪のパンク。というのも起こり得るんですけどね。